妖怪ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊やっていきましょう。今このゲーム実況をねやっているのが朝の4時寝ようと思ったんだけどね、なんかテンションが高くて寝れないんですよ。なんでちょっと時間がもったいないんでね、やっていきます。はい、で僕はまだラスボスのウィス、なんだっけウィス、名前がちょっとね思い出せないんだけど、ウィスパーの太ったみたいなやつがラスボスなんだけど、実はね動画を撮ってない時にマルチで倒してしまったんですよ。なんで今回はこっからラスボスを倒した次の段階からねやっていきたいなと思います。にゃは、なんかジバニャンの姿がね変わってるけど、 B ジバニャン、おおかっこいいな。その服どうしたんでぃす？あ、ウィスマロマンか、ウィスマロマンね、言いにくいんだよ、もう名前も覚えづらいし。倒したご褒美にバスターズ協会からもらったにゃん。お、あー待って、これ装備品じゃない？もしかしてこれを装備したジバニャンはめっちゃ強くなるとかそういうことじゃないかな。うわあ、そしたらジバニャン使っておけばよかったわー。あ、違うか、これ地下にある秘密のクローゼットで妖怪のお着替えができるようになったそもそもさ、地下にクローゼットなんてあったんだ。うん、特別な衣装を手に入れると秘密のクローゼットに保管されるぞ。なるほど、秘密のクローゼットって何かって、こっそりと地下室に作っていた隠し部屋だ。あ、隠し部屋だったのか、なるほどね。近くに、地下にある隠し扉を開けば秘密のクローゼットの中に入れるぞ。うん、お着替えができる。あ、やっぱ能力とか技とかスキルが変わるんだ。うん、ウィス・マロマンといえばあの時の戦いで我々を助けてくれたあの巨大ロボットは一体ロボニャー28号ね。あ、実はねエンディングに関してはちょっと見ちゃいけないと思って俺飛ばしたんですよ。だからちょっとね結末がよく分かんなかった。あ、最後はこのロボニャー28号ってやつが助けてくれたんだ。そもそもどうして砂尾はあの時ロボットと一緒だったにゃん。そりゃあ友達だからね。モンゲー、あんなでかいのといつの間に友達になったずら。何言ってるの、みんなも何回か会っているじゃない。やだな、忘れちゃったの。ほらウィス・マロマンと戦う前、未来の世界行った時彼も一緒に戦ってくれたじゃない。あ、彼っていうのはねロボニャン F 型。もしかしてロボニャン28号って、そういうことなの。え、これどういうことなんだろう。ロボニャンが変身して F 型になって、さらに変身して28号、そういうこと。うん、未来の世界でお別れするとき彼言ってたよ、もっとビッグな男になりたいってさ。確かにでかいな。ビッグになりたいってさ、体のサイズそういうことなの。きっと素直な心を持つ素直だったからこそ、何の疑いもなくロボニャンの変化を受け入れることができたんだろう。素直ってなんかすごい。でも28号さん、あのままどこかに飛んでいって、それ以来ずっと連絡がつかないんだ。あの時のお礼がしたいのにどうしちゃったんだろう。お、またビーコン言ってる。お前ら今すぐ司令室だ、行こう。バトルは続くよ、どこまでもどこまで続くんだろうこれ本当に。喜べ、お前らにグッドなニュースが届いたぞ。なんとあのウィス・マロマンを倒したことがバスターズ協会本部に認められ、このチームのバスターズランクが10になったであります。よかった、一人前のバスターズになった証ってやつだな。
クリア後のストーリーミッションが追加。なるほど。やったずらね。ぐす。私は今猛烈に感動しているでウィス。じゃあちょっとぐらい休んでもバチは当たらないにゃんね。何言ってるの、みんなのせいでこっちは大変なんだから。にゃにゃ、どういうことにゃ。ウィス・マルマンを倒して有名になったはいいけど、おかげで依頼の電話がずっと鳴りっぱなし。大人気になっちゃったせいで、もう受付はパンク寸前なんだから。なんということでしょう。ウィス・マルマンを倒し、確かにお前らは一人前になった。だが上には上がいる。オーケー。そうか、ランクが10になっても、うん、終わりじゃないんだよね。ヒノシンとか、あ、ウバウネも来てないじゃん、まだ。ウバウネも来てないし、あとなんだろう。倒してないやつ。あれ出てこないな、全然。あやとり様ね。うん。ミッションを何度もクリアすることで、ランクはさらに上がっていく。つまり、お前らより強い連中はまだまだ大勢いるってわけだ。うん。モンゲーバスターズってやっぱり奥が深いずら。さあ、じゃあ、うん。早く戦いに行きたいな。ビッグボスには超モードよりもさらに手強い最強のモードが存在する。その名も極モードだ。しかし極モードに挑戦するにはお前たちも最強でなければならん。ビッグボスの極玉を手に入れなければ極モードに挑むことすらできない。うん。そして極玉を手に入れるには特別な条件で超モードを倒す必要がある。なるほど。中でも封印ボスと呼ばれる奴らは特に厳しい条件だと言っていいだろう。なるほどね。封印ボスは超モードのビッグボスを順番に3種類も倒す必要があるからな。しかも途中でミッション失敗したらダメだ。最初からやり直しになるぞ。ちなみに極玉を1個使っても極モードには1回しか挑めないぞ。しかし手に入るお宝は超豪華。極玉をゲットしまくって何度も挑むんだ。おお、なんだか燃えてきたでウィス。まあ、さっきの話をまとめると、ビッグボスの一番上の、チャレンジモードが極レベルっていうやつなんだけど、極玉というアイテムがないとそれに挑むことができないっていうね。うん。そういえばブジニャン殿から伝言を預かっているであります。話があるから YBK ホールに一度来てほしいにゃウィスとのことであります。みんな YKB ホールに行くときは運転手の私に言ってくださいね。もう自分が運転手だってことね、完全に受け入れているね、ウィスパーは。元隊長だったのに。1階のバスターズビークルの前で待っていますから。お、YBK ホールにいつでも行けるようになった。あ、ジミー店長。ジミーショップに新商品が入ったから、その見に来てね。ん、あ、新しい商品。そう、一度ね、このショップでアイテムを買おうと思ったら、おにぎりとか、そういうなんかお札とかね、基本的なアイテムしかなかったから、全然利用してこなかったんだけど、確かに今までのと比べるとちょっと地味でしたね。うん、いいぞ、その調子だ。バスターズの戦いに終わりはない。 Go バスターズ。さて今回どうしようかな。あ、読み込み中。うん、ちょっと指令室じゃなくてレベルを上げよう。うん、マルチプレイでラスボス倒したけど、まだ一人だとね、倒せてないんだよね。なんかね、結構みんなジバニャンとか使ってたな、普通に。うん。で、ヒーラーが、影オロチをね、使っているんだけども、暴露バーの方がいいですよっていうね、話も聞いたんだけど、今更暴露バー鍛えてもね、しょうがないから、まあ、このままでいきますよ、僕は。ふいにゃん、影おろち、コマさん、泥ダボ。
うん、このメンバーでラスボス倒す。じゃあ、YBK ホール行ってみようか。行こう。出発しよう。ブチニャンが仲間になるとか。いや、仲間になってほしいよな。うわ、すげえ手抜き。にゃにゃ。しかも結構近いしな、YBK ホール。おお、ブチニャンいる。にゃおいっす。よく来た、にゃおいっす。ウィスマロマン動物ご苦労にゃウィス。そんな赤丸急上昇中なバスターズを案内したい場所があるにゃウィス。案内したい場所、そうにゃウィス。この YBK ホールに隠された秘密の部屋だにゃウィス。秘密の部屋、ワクワクする響きずら。どこにあるずら。実はステージの裏側。なんとステージの裏ですか。秘密の場所。うん、そこでお前たちに頼みたいことがあるニャーウィス。詳しくは奥で話すニャーウィス。舞台裏にある扉の先の部屋に来るニャーウィス。俺っちは先に行ってるニャーウィス。なるほど、なるほどね。分かりました。じゃあ早く行こう。こっちか。あんま説明聞いてなかったんだけど、わー、すげーな、この部屋。え？極って書いてあるよ。こっちは何も書いてない。あれ、どこに行けばいいの？あ、蝶と書かれてる。ん？やべ、説明ちゃんと聞いとくべきだった。こっちかな？波って書いてある。うわ、怖っ。うわ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 、いた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 、いた。なんずら、この門芸大きな像は。赤い猫の像みたいにゃん。隣は白い犬か。そうにゃおいっす。この赤い猫の像が赤猫団の守り神、赤ま、読めないんですけど、赤招き様だにゃおいっす。赤猫団の守り神？そうにゃおいっす。正確に言えば守り神をかたどった像ということになるにゃおいっす。そしてこの像には伝説があるにゃおいっす。伝説ずら？そう、赤猫像に赤の記章を貼りまくれ。さすれば道は開かれん。貼りまくれって？なんか伝説っぽくないにゃん。そんな細かいことはどうでもいいにゃおいっす。お前たち赤の希少は集めてるにゃおいっす。これね、ラスボスを倒した時に初めてゲットできた10枚。赤の希少って、赤猫団の方と協力するともらえる。あ、そうだったな、マルチプレイでもらえるやつか。あれでおいっすよね。そうにゃおいっす。その集めた赤の希少を使って伝説を確かめてほしいにゃおいっす。なるほど。あー、じゃあこれから妖怪ウォッチを進めていくにはマルチプレイやっていかなきゃダメなんだ。赤の希少を集めて像に貼りまくれと。そういうことですね。物分かりが良くて助かるでにゃおいっす。そこの像を調べればいつでも赤の希少貼れるにゃおいっす。ただし貼るのは1日100枚まで、うん、という鉄の掟があるにゃおいっす。なるほど、そこんとこ注意するにゃおいっす。それではバスターズ頼んだにゃおいっす。ラジャーズラ。あー、そっかそっか、1日100枚でもその100枚が結構ね量が多いけどね。貼る。あー、じゃあ全部貼っていこう。え、どうやって貼るのこれ。あれ、10枚持ってるからさ。はい、ああ、100枚。え、100枚も持ってないと思うんだけどな。あ、足らないって。そうだよね、だって10枚しか持ってないもん。じゃあ全部貼ろう。これ、これで、うん、お、貼ったよ。おしまい。
うん。一体何枚集めればいいのかな。ちょっとよくわかんないですけど。うん。ちょっと戻ろうね。どういうことなんだろうな。赤の気象を張りまくると極モードに挑戦することができる。違うな、なんか違うな。違うね、多分絶対違うな。じゃあ帰ろう。行きますよ。おいさん、何が起こるか分かんないから、もうね、もうとりあえず集めるしかない。はい、じゃあ戻ってきました。まだラスボスを倒した動画が上がってないんで、これから倒しに行きたいなと思います。今回の動画はここまでにしようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。